はい、どうもレビペンです。今回はウォーフレームの夏のイベントドッグデイズについて少し触れていこうと思います。このイベントは2024年9月3日午前3時頃まで開催されています。イベント内容は去年と全く同じ内容です。水鉄砲で敵を倒し、なるべくダウンさせられないように適度に逃げましょう。ミッションについては去年の動画をご覧ください。最初はステージ1だけが開放されていて、敵を水鉄砲で倒してスコアを稼げば報酬がもらえて、次のステージができるようになります。ステージ1をクリアしたらグリフがもらえます。グリフとは画面左上のアイコンのことです。メニューを開き、プロフィールを選択、グリフから選択画面に行くことができます。スープレックスクブローグリフを決定ボタンで選択し、右下の選択ボタンでアイコンを変更することができます。ステージ3の報酬のエンブレムはアーセナルにアクセスし、外装からシジルのタブを選択し、左右のエンブレムから装備できます。ステージ2と4のアイテムはログインした時の船に設置できます。メニューを開き、エクストラ、一番下のオービターから装飾を選択しましょう。そうするとアイテムを置く画面に入れます。あとはディスプレイやドローンを設置することができます。ドローンは設置すると自動で動きます。ステージ4では敵を倒した分だけ中核真珠がもらえます。地球のエイドロンの草原の手前にあるシータスに入場して、中核のいる場所で交換しましょう。シータスに入れたらギアメニューを開き、左下のエクスカリバーのアイコンを選択すれば中核のところに移動できます。ビーチのおもちゃから真珠を交換しましょう。今年はウォーフレーム1999の影響か、新しい報酬はかなり少なめに設定されています。グリフが欲しい方は頑張りましょう。以上が2024年のドッグデイズの概要です。去年やりきった方は今年はお休みしても問題ないと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。さよなら。